虹の雫の魔力に惹かれてきたのでしょう。よくあることですけれど。魔力を帯びて力を増している。これほどまでになったモンスターを見たことはありません。この奥に虹の雫はあるのか。はい。だったら倒せばいいだけのことだ。先が読めぬというのは厄介じゃな。仕方あるまい、付き合ってやろう。それもまた一興というものじゃ。これはこれで楽しいものじゃぞ。周りを取り囲んだからといって油断するな。あの触手に気をつけろ。